両開きの引き戸と、開き戸店舗入り口に設置された、両開き折り戸の0店舗入り口に設置された、両開き引き戸の0両開きは、扉の開閉の形態の一つで、2枚の扉を左右に移動させることにより扉を開閉するものを指す。退院義語は1枚の扉を移動させることで開閉させる、片開き。両開きで開閉する扉は、両開き戸、両開き扉と呼ばれる。 詳細は、観音開きを参照両開きの開き度は、大きな備品の搬入、搬出が必要であったり、多くの人が出入りするオフィスや、公共建築などに用いられる。また、住宅の門扉、オフィス用家具、大型の冷蔵庫等にも用いられている。病院の手術室入り口などのスムーズな開閉が求められる場所では、双方向いずれからも押して開く構造のスイングドアが、 多く用いられる。扉を収納するスペースがなく、かつ、開き度では、回避時のスペースが取れない場合には、折戸を両開きにした扉が採用されることがある。これは、4枚折戸とも称され、路線バスや一時期の路面電車などでは国を問わず、採用されている。両開きの引き戸は、両引き戸引き分け戸とも呼ばれる。両引き戸は、2枚の扉が1本の溝やレールに、 案内される点で複数枚の扉が複数の溝やレールに案内される引き違い度と異なる。両引き度は建物の入り口に自動ドアが設置される場合やエレベーターのドア等に用いられる。2枚の扉を手動で開閉する場合には両引き度ではなく引き違い度が用いられることも多い。JR 東日本の山手線 E235 軽電車の両開き扉。 手前のホームドアも両開きになっている。現在の日本国内で使用されている鉄道車両においては路面電車や荷物車、ガ車での採用が先行した。1960年代頃までは大部分の通勤系車両は片開き扉であったものの両開きにすることで扉の有効開口寸法の拡大と開閉に要する時間の短縮が期待できるため、 その頃からの心臓車両の大半は、両開き扉となっている。ただし、京浜急行電鉄のように、扉の幅よりも扉の数を増やした方が得策として、他社よりも遅くまで片開き、扉の採用を続けていた事業者も存在する。特別料金を徴収する特急系車両においては、両開き扉が採用されている車両は日本においては少数である。 エレベーターで両開き扉がある。中央から開くので、大勢の出入りに都合が良い。挟まれ防止の仕組みに差があり、機械式センサを両側の扉に持つ者、一方のみに持つ者、扉にセンサがなく、光学的センサがついているものがある。ありがとうございます。